毎日パチメ、はい、パチメキ中8年スーパーポジティブティーチャー福田です。さあ本日のお話なんですけども、本日はですね、今週日曜日にですね、行われる茅ヶ崎のポジティブの講演会のですね、今の進捗のお話をちょっとしたいなと思います。いや、このですね、12月の10日茅ヶ崎で行われるね、講演会、今までとは違って主催がですね、僕ではなくて別の茅ヶ崎に住んでる方が僕にですね依頼をしていただいて、で集客もその主催の方がですね集客をしてくれて、まあ、そこに僕が行くという形、そしてちゃんとこれはお金が発生する仕事として行くというところでですね、今までの講演会僕が主催してやったものではない新しい試みなんですけども、まあそのためにですね、まあ、約90分のお話を僕はさせていただくんですね。で、そこで僕は何を伝えればいいのか、僕のことを全く知らない人たちが僕の話を聞いて、ちょっとでもね、良い方向にね、いい影響を受けてもらえれば、僕がね、話した意味もあると思ったんで、いろいろですね、考えまして考えて考えてですね、今週は一度もUberをやらずにですね、どんなことを伝えればいいのかなというのをですね、まあ、ずっとね考え続けてきました。で、何度もねこういうふうにもうノートにねもういっぱい書いたんですよ。今までのねこう自分の人生についてですね、いろいろ書いて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 、一体何を伝えればいいのかというのをですね、考えた結果、とんでもない時間に、ね、なってしまったんですよ。僕がね、一からこう話すとしたら。でもそれじゃね、結局何が伝えたいのかというのがですね、伝わらないので、まあ、その中で、僕がですね、チョイスしたのは、僕がなぜポジティブになろうと思ったのかというところのネガティブ期の話を結構長めにします。はい。それをですね、まず僕がいきなりポジティブな話をしたとしてもね、で、ただこの人はポジティブな人なんだってなってしまうと思うんですよ。まあ、ネガティブな状態がどれくらいのネガティブだったのか、そしてどう思ってポジティブに切り替わったのかっていうところが僕すごく重要なのかな。特に僕のことを知らない人はそこがね、なんでなんだろう、ストーリーとしていきなりポジティブな話してもね、面白くもなんともないんで、ネガティブなところの時の話をね、ちょっと重点的にお話をして、まあ、そこから初動のところ、ネガティブからポジティブに切り替わるところ、ここがね一番大変なんですよ。初動と言われているところですね。まあ、ここの部分をちょっと多くですねお話をさせていただいて、まあ、最後にですねこのポジティブ居酒屋で学んだこと、僕が変化していったことっていうような形で、全部ではなくてネガティブ期の話、そして初動のところ、ネガティブからポジティブに切り替わったところ、そして今のポジティブ居酒屋のこと、まあ、ここの間にもめちゃくちゃいろいろあるんですけども、まあ、ここの部分全部話してしまったら、結局何を伝えたいのか全部伝わらないままですね、無理やり詰め込んでも結果ね、来てくれる人に対していい影響を与えられるとは思えなかったので、やっぱり初動の部分と、あとは最後、今の現時点での僕が考えるポジティブっていうところを話をさせていただきたいなと思ってですね、ようやく今日まとまりまして、でまとめたものをですね、またこういうふうにスケッチブックにいろいろですね、書かせていただいて、こう重要なポイントみたいなもので、質問みたいなところとか、まあ、こういうのをですね、質問形式にして、自分がただずっと喋って90分話して終わりではなくて、時折ですね、どういうふうに、僕が動いたと思いますかとか、どう感じますかみたいなところで質問をね投げかけながら、お客様と対話しながらやっていきたいなと思ってます。でね、聞くときには名前も聞いてね、その人の名前もちゃんとメモっておいて、で、終わった後にその人の名前をね、言ってちょっとお話できたら嬉しいなと思います。名前ってねものすごく大切なものなんで、もうそれをね、聞きながら、そしてもしね、来てくださる方でこの後ねちょっと一緒に懇親会行きたいっていう方がいたらですね、ぜひともそういう人たちも一緒に誘ってですね、皆さんで懇親会なんかもできたら嬉しいなと思ってですね、なんとかこの1週間ね、正直ちょっとお腹下したりとかですね、いろいろこのことを考えるがあまりにですね、かなり精神をねすり減らした部分もあります。でもそれなぜかといったら、それだけ真摯に向き合ってる、
やっぱりいいものをね、届けたいっていう思いがあるからこそ、そうやってね、自分の体にちょっと変調が来てしまうぐらいね、今回この茅ヶ崎の講演会というのは新たな試みなので、すごくね、僕は楽しく思ってますし、準備もね、しっかりと今日なんとか終わらせましたんで、あと明日、明後日とね、2日間ありますんで、まあ、最後これをもう一度ね、自分で90分想定してやってみたりとかしながら、よりいい状態でね、この茅ヶ崎のポジティブな講演会を来てくださった、本当に命の、ね、時間を使って来てくださった方が本当に良かったよと思ってもらえるような、そういう講演会にしたいなと思ってですね、なんとか準備終わりましたというところと、どんな内容をね、この講演会で僕が伝えていくのかというですね、ちょっと流れを今日はお話をさせていただきました。まあ、来れない方もね、ぜひともね、興味あったら、僕に、ね、聞いてくれれば、お店に来てくれればね、いくらでもそんな話しますんで、はい、ぜひともね、そういう方いらっしゃったら、僕に、来て、会いに来てください。ということで、以上、毎日、パチベ、ご視聴ありがとうございました。